来ないね。もう帰ろうよ。それもちょっとさ。だってもう終電行っちゃうよ。まだもうちょっと大丈夫じゃない？なんであんな歩くの遅いの？話しながらだからじゃない？私たちも話しながら歩いてたよ。あの二人会うの久しぶりだから。だからって。蓮見嬉しそうだったね。だからって遅すぎる。ずっと会いたがってはいたからね。おじいさんじゃないんだから。元カノに会いたがるのもどうかと思うけどさ。足に鉄球でもついてるんじゃないの？なんで別れちゃったんだろうね。歩くの遅いからじゃないの？どうしたのそんなに。見たいテレビとかあんの？今日水曜日？いや日曜日。え？嘘。ほんとほんと。え？木曜日ならまだしも。日曜日？私日月火水。え、何やってたの？え、こんなことある？わかんないけど。それかあれかな、勝手に日月火を生きたつもりになってたのかな。何を言ってるの？萌子も悪くない。まあ久しぶりに会えて嬉しかったんじゃない？元彼に会えて嬉しいわけないじゃん。でも楽しそうに話してたよ。優しいだけだって。そういうもんかな。歩くの遅いし。復縁しないかな。するわけないじゃん、歩くの遅いんだから。相性いいと思うんだけどな。歩く速さだけでしょ。お互い大人になってるだろうしさ。おばあさんだよ、あの歩く遅さ。いや俺あると思うけどな。足に鉄球でもついてるんじゃないの？そしたらほら、またダブルデートできるしさ。歩くの遅いからやだ。どうしたのそんなに。寒いんだもん。だからって、老夫婦受刑囚に例えちゃダメだよ。老夫婦受刑囚？凝縮したらそうでしょ。あのさ、寒い中人待ってる時に例えで個性出そうとしないで。手でそう。ごめんごめんごめん。あー来た、ほらあれじゃない？あー痛い痛い痛い。歩くの早いよな。あんたらが遅いんでしょ。ちょっと靴紐結びます。いや早く来いよ。うん、もうあれかな、電車ねえか。いやまだあるよ。まだあるか。そうかそうかね。えよいしょ。写真撮ったっけ？ああ撮ってないね。撮ろうよ。ああ撮ろう撮ろうね。写真は撮った方がいいね。うん、そうだね。撮ろう撮ろう。いや来いよ。あ、そっちで撮る？いや別にそっちでもいいけど。いやよくないでしょ。ちょ誰かに撮ってもらおうよ。ああ、すいません。はい、ちょ写真撮ってもらってもいいですか？ああいいですよ。じゃあそういうことになったな。なんでだよ。いいよ行こう、私たちの方が歩くの早いし。はい、じゃあ撮りますよ。あ、いやあなたの携帯ですよねそれ。名義は母親のです。あなたのです。じゃあ僕ので撮ってもらっていいですか？あ、なるほど、15だからね。遅れないからですよ。はい、じゃあ撮りますよ。はい、はい、笑って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 。そのうち笑いますから、なんとなく。あ、はいはいはい、はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、チーズ。はい、じゃあこんな感じで大丈夫ですかね。はいはいはい。あー、もうちょい近い方がいいか。そうね、もう一回いいですか？あ、はいはいはい、はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。はい、じゃあこんな感じで大丈夫ですかね。あー、ちょっと近いか。いいけどね。もうちょっと遠くから、一回すげー遠くから撮ってみる？は？ね、一回やってみようよ、せっかくだからね。これぐらい。いや、もっと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 。これぐらい。もっともっとすね。ちょっとすね。ちょっとすね。ちょっとじゃあ。お。そうですね。この辺からじゃあお願いします。映んないでしょう。いや、やるだけやってみようって別にいいじゃん。このままじゃ無理だと思いますよ。まあ別に映らなくてもいいんで。蓮見さん、このままじゃ彼女帰っちゃいますよ。え？というか、なんとなくもうみんな気づいてますよ。こいつ行こうとしてんなって。それ言わない約束じゃないですか。終電逃してお持ち帰りしたい割にはペース配分が甘すぎますよ。いやでもそういうの触れないの暗黙のルールとしてあるじゃないですか。40分駅で粘れた人見たことないですよ。
そうかな、いけると思うけど。あなたみたいな人ね、池袋線多いんですよ。田園都市線行ってごらんなさい。あなたみたいなのみっともない人一人もいませんよ。あなた何なんですか。僕はここであなたみたいな人の時間稼ぎを手伝ってお金を稼いでいます。そんな職業はないですよ。そんな職業はない。僕に任せてみませんか。お金さえくれたらお持ち帰りできますよ。いくらなんですか。30分7900円です。40分教えてください。40分7990円。なんでですか。ラスト10分寝ようとしてます。あ、インスタフォローしてくれたら 10% オフにしますよ。ダサい居酒屋みたいですね。どうしますか。僕が今ここで写真係放棄したらこの場はもう解散ですよ。え、絶対持ち帰れるんですか。絶対に。じゃあ分かりました、お願いします。ありがとうございます。お金はうまくいってからで結構です。あ、はい、分かりました。まだ、あ、じゃあごめん、今戻る、うん、じゃあもう戻ってもらって大丈夫です。ただ一つだけお願いがあります。何ですか。絶対に警察を呼ばないでください。何しようとしてますか。それだけで大丈夫です。大丈夫、はい、はい、すいません、大丈夫、戻ってください。大丈夫、怪しまれます。ごめん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 。何そんな話。なんか、うん、親戚かなって思った。はい、じゃあ撮りますね。はい、はい、いきますよ。はい、チーズあ、そっか、携帯取られたのか。え、どうすんのこれ。え、待って、携帯取られたんだけど。海外旅行で見たことある。え、やられたことあんの。いや、ないけど。あ、やられてるのを見たってこと。いや、それもない。え、やったの。違うよ、テレビで。あの、私新潟までしか行ったことない。新潟のテレビで見たってこと。新潟でテレビ見てない。何してたの。スキーしてた。ああ、その時に写真撮ってもらったらってこと。違う。スキー行ったのに写真撮らなかったの。写真は撮った、友達と行ったから。え、誰。幼なじみ。知らなかった。今福岡にいるんだけど。寂しいね。でもこの間会いに行ったの。じゃあ1位新潟じゃないじゃん。え、絶対新潟より福岡の方が遠いでしょ。あー、そっか。携帯取られたんだけど。そうじゃん、こんな話してる場合じゃないよ。気づいてくれたならいいけど。どうしよっか。警察呼ぼうよ。そっか、警察呼ばなきゃか。警察はやめようか。なんでよ。いや、警察はやめよう、マジでね。いや、だ見つかんないよ、警察呼ばない。警察やめよう、マジで。警察やめよう、マジでな。ね、大麻持ってんの。持ってねえよ。じゃあなんでそんな嫌なんだよ。違う違う、警察なんか呼んだら絶対今日帰れないよ。終電まで絶対間に合わないよ。とりあえず今日探すまで探して、なかったら明日警察行けばいいじゃん。確かに警察に言うのは大事になりすぎる気がする。え、大事だよ。3人とは大きさが違うからね。15だもんね。自分のだからだよ。ちょっとこれきついな。かわいそうに。あと40分くらいかな。まあ、とりあえず探せるだけ探してみたら、うん、風邪ひかないようにね。次は夏かな。私お盆に実家帰っちゃうかも。もうちょっとこまめに集まりたいよね。まあまあ、それはそうね。まあ、また連絡取り合おうよ。うん、じゃあ。え、帰るの。おばあちゃんに会いたいし。お盆じゃなくて今。いや、まあ帰るっていうかね。じゃあって言ってたよ。帰るのはちょっとかわいそうじゃない。だよね。うん、とりあえず周辺探してみたらいいんじゃないの。結構走っちゃっちゃったからな。めんどくさいの。とりあえず向こうから探してみるか。うん、私ここに戻ってこないか待っててみる。あ、確かに池袋線で帰るかもしれないもんね。ずるい、私もそれがいい。まあまあ、じゃあ2人頑張って。え、ここ2人もいらなくない。いや、ペアでいた方がいいとは思うな。いや、でもできたらこの辺探してくれた方が助かるんだけど。いや、危ないだろ、危ないだろ、女の子1人にさせるのは。泥棒がうろついてんのに。泥棒、確かにちょっと怖いかも。え、これいける。
何が？何でもない何でもないけど、いや危ないからとにかく。別に私一人で大丈夫、ここにいる。あなたは二人であっちです。手です。この時間で俺らだけじゃ見つけらんないって。いや危ないからほんとね。包丁とか持ってたし。あいつ、ね、危ない。だからほんとペアでいた方がいい。あのフランスパン切るようなやつ、めちゃくちゃやばいやつじゃん、うん、一番痛い包丁を持ってた。だからちゃんとペアで行動した方がいい。警察呼ばない？さすがにね。警察はやめようって。いやだってナイフ持ってんでしょ。刺された人。警察は銃持ってるよ。そう俺らに向けられることはないじゃん警察はやめようってマジで。いやでも俺のせいでみんなが怪我するの嫌だし。じゃあやりだ。ナイフは持ってなかったは？あそうだ、昨日見たんだナイフ見た人。昨日だナイフ。いや昨日でもだいぶ怖いけどな。ごっちゃになってた。昨日見たんだ。あの人はナイフは持ってなかった。だから大丈夫。そう、うん行ってこいよ。じゃあ分かった、ね、うん、こうしてる間もどんどん犯人逃げちゃってるから。確かに ね、うん、じゃあ分かった。とりあえず向こう探してくるから、うん、ここ見張っててね。任せ、それは大丈夫、任せて。頼むね。うん得意、うん、じゃあ行こう。本当に付き合わなきゃよかったって思ってる。そんなこと言わないでよ行こう。歩くの遅いな。いやなんか大変なことになっちゃったね。もうすぐ彼氏迎えに来ると思うんだけど。え、そのお母さんのことをその彼氏ってその呼んでるんだもんね。呼んでないよ。え、じゃああと何？彼氏って。いや、彼氏は彼氏だよ。遅れるって言ったらすごい心配しちゃって。え、迎えに来るってこと？うん。だから私、今日は帰るからね。え？彼氏いるから、今日は帰るよ。いや、別に帰るでしょ、それは。うん、帰る。え、ね、帰らない感じだと思ってたの？そうじゃないならいいんだけど。いや別に帰らなくてもいいけど。いや帰るよ。帰るだろそりゃ帰る。別に明日もあるし。何が？明日は別にあるだろみんな等しくその急に滅びちゃう限りは明日はずっとあるだろ。別にあるよ俺だって明日は、うん、私明日なんだっけな。あん明日何やんの？映画行く。いいね。クスナと？あ違う違う、クスナとじゃないの。うん、あといる誰か一緒に映画見に行く。え、どういうこと、どういう意味それ。どうなる、そうなってくると。彼氏だよ。もう一気に聞くの怖いなら聞かなきゃいいじゃん。そっか彼氏いるのか。うん、なるほどね。いつから付き合ってんの？うん、半年くらい前かな。そっちは？いない、いない、ずっといないもん。そっか、うん。あ、来た来た。ああ、いたいた。電話したのに。ごめんね、電池切れちゃって。わざわざいいのに。いや、帰り道だったから。今日なんだっけ？ビレバン。バイトか。どうも。どうも。はすみ。ああ、どうもどうも。元彼。いいよ、わざわざ言わないで。なんだよ、いいじゃん。いや、気まずいでしょうね。いや、そうっすよ。こことここで試合決定みたいな。そうっすよね。え、2人で飲んでたの？うん、あと2人いたんだけど、今携帯探してて。携帯？盗まれちゃったの。え、やば。警察行った？あ、警察は大事になるからやめようって。ああ、なるほどね。え、じゃあどこ探せばいいかな。え？いや、探そうよ。かわいそうじゃん、携帯ないの。なんかごめんね。いや全然。腹減ったな、ジロー行きてえな。またすいません、ジロリアンなんですよ僕。へえ。あ、やべ、ビリアルやってねえや。え、ちょっといいすか。うわ、いい写真、だいぶカオス。うん、あ、ちょ電話だ、ちょっとすいません。もしもし、なんすか？どんな感じですか？
いや、彼氏が来ました。おもろ。殺すぞ。え、どうします、やめます。いや、もうちょいやってみてもいいですか。いや、無理だと思いますよ。いや、なんかね、いける気がするんですよ。え、集合時間何時にする？映画13時だっけ。あ、そっか。じゃあ12時55分に映画館前ね。限定集合？チケットもう予約してあるから。あ、ありがとう。どこ？ね、イオンモール武蔵村山。イオンモール武蔵村山に現地集合。新葉面まっすぐ行って立川の方。いや、そういうことじゃなくて、イオンモール武蔵村山に現地集合なの。夜中目の二郎行きたいな。武蔵村山から中目まで行くの？ループ乗ったらすぐだよ。勝てると思うんですよね。なんかもうちょっとだけ頑張ってみますか。お願いします。あと20分、僕は逃げ切れそうです。なんか楽しそうですね。僕終電5分前ぐらいにそっち向かうんで。え、なんでですか？僕家所沢なんですよ。なんで池袋でこの仕事をやってるんですか？いや、でも携帯返さないといけないし、だからラスト5分は本当に自力になっちゃうんですけど、そこは頑張ってください。まあまあ5分ぐらいなんとかなるか。おっと、ハンターだ。え、じゃあまた。切れちゃった。なんか聞き出せた？あ、いや、別に何も。周りの音とか聞こえませんでした？あ、何も聞こえなかった。なんかもうずっと泣いてました。なんか、殺してくれっつって。そういう人なんだと思いますよ。あ、そっか、うん、じゃあもう手当たり次第に探すしかないか、うん、ちょっと俺行ってくるわ。あ、ごめんね、ありがとう。あ、全然全然。あと20分くらいかな。あいつ優しいだけだろ。あいつには勝ってるか。何言ってんの？お前、あいつで笑ったことあるか？あるよ。ないだろ。いつ笑うんだよ、あいつで。え、あいつビレバンで働いてんの？そうだけど。しょうもな。ビレバンで働いてる人マジで一人もまともな人間いないからね。いいじゃん、別に。え、ビレバンで稼いだ金でジロー食ってるってこと？経済の回し方が小規模すぎるだろう。もっと世の本筋に絡めよ。 いいでしょ別に。あんたみたいにいつも献血よりマシだよ。一の位まで割り勘するような人じゃないから。だから金の蔵のタッチパネルのお会計のとこに人数で割り勘の額が出るやつあって、それを読み上げただけで一の位までくれっていう意味じゃないって、俺もうこれ2年言ってるだろう。そうだね、私が4円出すの待ってたくせに。待ってないよ。じゃあいいよ、別に今4円あげればいいんだろ。は、意味わかんないんだけど。いいよ、二度とすんねその話。ちょっと5円しかないから。いらないんだけど別に。いい、何、1円返すよ。やばいよあんたマジで。なんで4円渡すって言って5円渡してんじゃん。1円くらいいいでしょ別に。お前1円くらいいいでしょって1万回言ったら1万円だからな。数字言ってるだけだからね。いいじゃん、もういいじゃん、1円玉で渡すから。は、うん、いいって細かいの。ちょっと3円しかないから、あとで1円渡すから。いらないんだけど。あんたみたいな細かい人と付き合っても絶対将来楽しくないから。は、何、じゃああいつと結婚するってこと？考えてないよそんなこと。考える、やっぱり。どうすんだお前、このままだらだら結婚してあいつがビレバンに就職したら。いいでしょ別に。旦那ビレバンだぞお前、ありえねえだろ。旦那が働く本屋さんだ、遊べる本屋さんだぞ。やべえだろお前、結婚すんのあいつと。考えてないって別に。引き出物もビレバンから出すってこと？あの気持ち悪い青い袋に入れるのか。入れるわけないでしょ。引き出物もビレバンのグッズから全部出して、マリオのプラスチックのコップとかスパイダーマンのジッポとかでかいアキラとか入れんのか。いや、あんたビレバン好きでしょ。そういうやつの嫁はな、夏でもニット帽をかぶらなきゃいけないんだぞ。何言ってんの。夏にニット帽をかぶってオレンジの四角い軽自動車に乗るんだよ。もういいって。日よけが迷彩のベビーカーを折りたたんで、軽だけど意外と荷物入るねって言いながらレイクタウンに行かなきゃいけないんだよ。いや、別にいいじゃん。ほら、郊外に住んでない、かわいそうに。郊外に住むしか手段がないんだから。人生の一番のイベントがレイクタウンになっちゃうんだよ。俺はそんなお前を見たくないんだよ。別にもう会わないでしょ、付き合ってないんだから。気をつけて喋れよお前。刺さるんだぞ俺には。私だって立ち直るの大変だったけど、こうやって今切り替えたんだから。切り替えらんなくない？切り替えらんなかったよ俺。いや、私だって辛かったけど。辛くないだろ、切り替えられてんだから。いや、切り替えられたっていうか、
見ないふりっていう見ないふりってことはもう俺のぞあれじゃん。私今彼氏いるもん。じゃあ別れてもう一回付き合おうよ。は？いいじゃん、お互い好きなそれでよくない？別れてもう一回付き合えばいいじゃん。いや、それはないわ。なんでよ。彼氏の気持ちとか考えたりしないの？ないよ別に。だって俺も傷ついてるもん。ほんとさ、そういうとこだと思うよ。え、お前にだけは言われたくないんだけど、そういうとこの要因にそういうとこだよって言われても、俺のそういうとこがうずくだけだよ。だって俺のそういうとこお前のとこなんだから。意味わかんないんだけど。ちょっと無理、もう答え見つかった？全然、むしろ財布落とした。そんなことある？ちょっともう交代、蓮見探してきてよ。あと15分くらいかね。多分見つからないよこれ。ダメだ、寒いわ。今日ね、寒いもんね。なんか二郎インスパイアの店あったから食べてきていい？ご飯食べてないの？二郎は別腹、デザートみたいな。あ、どうも。ああ、どうも。高校の同級生。ああ、どうもどうも。どうも。インスタ交換します？え、あれ、え、ヨウヤじゃない？え、ね、久しぶり。あれ、玉木じゃん。え、何やってんの？誰？馬先の同期、いいやつだよ。馬先。どうも。あ、どうもどうも。え、え、彼女さん？あ、そうです、そうです。かわいい。お前こんな可愛い彼女いるな、言えよお前。なんでお前に言わなきゃいけないんだよ。絶対写真見せてくんないの、見せてっつってのにさ。あんまりね、撮らないもんね。そうそう、ないのよ。え、なんか彼氏やってんだけど、ウケる。だるこいつマジで。ねえ。ごめんね、なんかだるいやつ来ちゃって。あ、いや全然。ねえ、やめてマジで、マジ嫌われたくない。もう絶対めんどくさい女だって思われてんじゃん。いや、めんどくさいだろ。あ、お前うるせえ、マジ、ま、マジうるせえお前、本当にさ。いやもう最悪ね、ちょっと、ごめんなさい、もうとっくに別れて、もうそういうのマジないんで、大丈夫です。あ、付き合ってたの？いや、3ヶ月だけっすよ。バイト先に元カノいるってのは聞いてた。いやでも本当なんかお願いだと思います、パッと見ですけど。ありがとうございます。あ、あ、萌子の高校の同級生。あ、なんかすいません。マジこいつ誰って感じですよね。はい。萌子がいつもお世話になってます。いやいやいや、萌子がいつもお世話になってます。え？あ、いや、あなたが付き合う前から私萌子と仲良かったし、なんかあなたサイドに萌子がいて、たまに私のところに来るっていう、あなたのその構図の描き方がちょっとだけ気持ち悪くてゲロ吐いちゃいそうだったんで、私も自分サイドに萌子を引き寄せるために同じこと言っておいただけなんで、あんま気にしないでください。うん？チェイサーです、気にしないでください。チェイサー？ゲロ吐いちゃわないようにね。もう大丈夫なんで。ああ、ワインのことね。はい、そうですね。あ、ワインはチェイサーじゃないか。すいませんね、こういうとこで普段のノリ出すの嫌われますよね、ごめんなさい。はい。サミー。いや、似合ってるけどね。フードついてればいいのに、これ。え、待って、綾子結婚したんだけど。誰？高校の同級生。うわ、旦那だいぶ妥協したな、元彼かっこよかったのに。まあでも結婚ってタイミングだからな。すいません、アイコス充電切れちゃったんですけど、借りれます？お前、私、お前、大嫌いだ。え？あ、つまんない、つまんない。ちょっとね、落ち着いたよ。なんでこんなのと付き合ってるの？あ、いや、優しいし。おばあちゃん家とか普段行ってる？
普段優しさが足りなさすぎるんじゃないよな、もらうの。え、そんなことないって、ね、うん、優しさを摂取する手段としてかなり粗悪だよ、こいつ。そんなことないよね。いや、そんなことないっすよ。うん、バカだけどこいついいやつだよ。こんなカップルにとってマイナスでしか作用しない女、そばに置くなよ。え、こんな恋愛だけして死んでいくような女、聞いたことある恋愛感しか持ってないよ、こんなやつ。経験の前に知識が来てるから、自分から生まれた考えが一つもない。いやいや、そんなことないんだけど。初デートサイゼリア行くやつどう思う？考えらんない。いや、女の子は前日から準備してるわけです。なんなら前日とかじゃなくて、もっと1ヶ月とか2ヶ月前から、ね、準備してるわけ。エステとかも行くわけよ。なんなら明日まで喋ってるよこれ。髪切るのになったら、まず女の子がこんなやつと喋ってるとこ彼女に見せるなよ。ちょっと待って、2人とも落ち着いてよ。水飲みます？いらない。今これがワインなら許した。でももう許さない。お前みたいなやつが萌子と付き合うな。いや、そんなこと言われても急に水をワインにはできないよ。キリストじゃないんだから。ちょ何してんダメだよ。え、なんかいきなりビンタされたんだけど。いきなりじゃない。あ、例えで個性出そうとしたでしょう。え、例えで個性出そうとしたらそれは殴られるよ。携帯あったの？見ての通り。よかったね。なかったんだよ。え、知り合い？知り合い？え、知り合い？全然。全然。彼氏。何個か省略できたでしょ。知らない人殴っちゃダメだよ。だって例えで個性出した。知らない人殴っちゃダメだよ。いや、まあ、全く知らない人ってわけじゃないんですけど、萌子の彼氏の涼也です。ああ、どうも。上原です。あ、高校の同級生で。ここ付き合ってんの？え、じゃあ2人は高校の時から付き合ってるってこと？まあ、はい。すごっ。なんかそういうカップルってすげえ逆に別れにくそう。いや、まあでも妥協したとかじゃなくて、もうなんか許し合えるかどうかなんだと思うよ、こんだけ長く続くのって。ああね、うん、ジロー食いてえな。嫌いでしょう。当たり前でしょ。ダメだよ、落ち着いてね。自分も言いたくないからって目線で言わせようとしてるじゃん。そんなことないよ。もう帰ろうよ。ダメだよ、まだ見つかってないもん。どうでもいいよ、新しくすればいいじゃん。そう簡単に諦めきれないって。携帯機種変してやっぱり前の携帯の方がいいなって思ったことある？ないけど。ないなら本当に黙ってて。どういうこと？あった？今もうそんなのはどうでもいいだろう。他に考えなきゃいけないことなんかないだろう。告白しなよ。すごいな、お前どうした？急にどうしたんだよ。あいつから早く奪っていいのかな。いや、ダメだよ。俺の彼女だし。でも僕の好きな人ですよ。いや、ダメだよ。いや、ちょっとしつこいな。しつこい？もう本人が決めればよくないですか、こんなん。いや、でも万が一にでも奪われる可能性あったら防ぐでしょ。万が一でも奪われる可能性あると思ってるやつが幸せにできるとは思えないですけどね。するよ。どうやって？ビレバンで働いてるのに。関係ないだろ。何をどう選んだらビレバンで働こうと思うんですか？家から近かったから。そんなわけないだろ。でかい建物の3階以上にしかないわ。いや、もういいって。でも現に今付き合ってんのは俺だからね。俺と別れたからね。は？俺が別れた溝にお前が入り込んだんだろ。いいよな、俺の話分かる分かるって相談乗ってるやつ付き合えるんだから。そんなことないって。もういいよ、帰ろ。でもまだ携帯見つかってないし。すいません、携帯持ったままでした。タイミングバカすぎるだろお前。どういうタイミングで帰ってきてんだよお前。携帯すいません、返して。返します、返します。あ、よかった。ちょっとお腹痛くなっちゃって。だからって携帯持ってかなくても。トピックスはもうお前らじゃないんだよ。今どうでもいいんだお前ら。なんか携帯なくしたなんて本来メインだからな。よかった、じゃあ帰ろっか。いや、ちょっと待って。いや、終電なくなっちゃうから。ちょっと待って。これはもうどうにもならないんですか？でもラスト5分は自力でって言ったじゃないですか。こんなタイミングで帰ってくると思わないでしょ。どうにもならないですかこれ。まあ、オプションつければなんとか。オプション？どうします？2万でいけますけど。高えな。もう帰ろうよ。あ、
うん、ほら帰っちゃいますよ。だいぶこすい商売してるなこいつ。2万で絶対できるんですね。はい、じゃあもうじゃあお願いします。はい、すいません、号泣女お願いします。出ない。知らない知らない知らない、いや本当に知らないよ。知らない人がこんなに泣けるわけないじゃん。だから俺も怖いんだよ。ほらやっぱダメだよこいつ。いやちょっと待ってよ、一回改札の中で話そう。ええなんで改札の中でこういう喧嘩してる人見たことなくない？別れた方がいいって。ごめん、もう私どうしたらいいか分かんなくなっちゃった。ちょっと待ってよ。2万の価値ありますね。でしょう。あ、追いかけた方がいいっすよ。 ありがとうございます。ちょっと行ってきます、はい、どうしよっか。追いかけよ。楽しんでるでしょう。こういう時だけ足早いんだから。でも終電間に合うかな。終電またあと何分ですか。練馬までの終電はあと5分です。あれどこ行ったんだ。いた。全然。なんか思い出の場所とかないの。あそっかな。どこ。キューマックスシネマとかな。映画見るときいつもそこあった。あーじゃあ絶対そこじゃん。まあまあ遠いよな。でサンシャイン通りのとこだよね。そうちょっと待って、あそこなくなったんじゃなかったっけ。うん、サンシャイン通りのキューマックスシネマさん残ってる。あれそこサンシャインじゃないの。サンシャイン通りのサンシャインシネマなくなったけど、サンシャイン通りのキューマックスシネマさん残ってるの。パチンコ屋のとこか。そう違うよ、ブックオフだよ。パチンコ屋ブックオフ映画館だよ。なんかしゃぶしゃぶとかなかったっけ。パチンコ屋ブックオフ、しゃぶしゃぶ、ネットカフェ映画館だよ。ネットカフェなんか。お前らと喋ってる暇ないんだ、俺行くからな。こんな夜初めてだよ。私の好きなとこ10個言って。お前もう何なんだよ。もうやめて。怖い怖い。もう結局私金づるだして誰しも悔しい。誰お前もうやめて。まさかこんなことになるなんてね。すいません。あなたの依頼意味がなかったみたいですね。そうなのかな。蓮見さん全然終電で帰る気ないですよ。そうなんですかね。とりあえず彼女が欲しいだけで言ってるだけじゃ。それを見極めたくて僕にお願いしたんですよね。そうなんですけど。だったらいつまでも逃げてないで最後まで正面からぶつからないと。でもほら噂をすれば。すいません、一か八かで言ってみちゃいました。終電やば、すいません帰ります。いた。ごめん。どっちか選んで。どっちかにさっき渡さなかった1円玉入ってる。入ってる私はそのままに渡すけど、入ってなかったら渡さないから横でずっと金の国の話して。でもいいから選んで。分かった。まさか終電逃すと思ってなかったから。まだそんなこと言ってんの。まあいいじゃない。あ、映画見る。まあ別にいいけど。レイトショーはね、君たちはどう生きるか。まだやってんの。遅映画だね。何それ。いや、なんでもない。見るなら急がないと。うん、ちょっとお金下ろしてきて。あ、はい。
めでたしめでたしですね。よかったんですかね、これで。いいと思いますよ。僕に終電逃させた行為は大したもんですよ。ありがとうございます。じゃあ40分7990円で、あ、インスタフォローしてくれてるから 10% オフで7264円ですね。はい。あ、1万円札でもいいですか。細かいのいいですか。あ、3円しかないや。